ダビド・コベーニョ・イグレシアスは、スペイン・マドリード出身の元サッカー選手。選手時代のポジションは GK。現在はラーヨ・バジェカーノの、スポーツディレクターを務めている。ラーヨ・バジェカーノの下部組織出身で、B チームに昇格。その後、SD、ポンフェラディーナに在籍した。レアル・マドリード C に移籍し、レアル・マドリード B に昇格。レアル・マドリードのトップチームの試合のベンチにも入った。 良いパフォーマンスから、セビージャ FC に移籍。当初は、アンドレス・パロップの控えであったが、パロップが負傷したことによって2007年3月に、出バを得て、セルタデビー5 0 0の勝利に貢献すると、UEFA カップ2006から07でも3試合に、出場し、同大会優勝に貢献した。2007から08シーズンは、UD アルメリアに期限付き移籍。 当初は、正ゴールキーパーであったが、ジエゴアウベスにポジションを奪われた。その後セビジャからも放出され、3年契約で、フルスノラー、ヨバジェカーノのトップチームに加入した。2009年5月24日のエルチェ、CF 戦では、オーンゴールを決めてしまい1から2の敗戦。しかし彼は、スターティングメンバーとして、なお連ね続け、38失点で、 サモラ賞に輝いた。2010から11シーズンも、正ゴールキーパーとして君臨し、8年ぶりのプリメーラ、リビシオン復帰に貢献。2012年夏には、契約を更新せず FC、バスルイに移籍したが、ルーマニアの地になじめず2ヶ月で復帰した。2016年6月1日に34歳で引退し、ラーヨバジェカーノで、 スポーツディレクターに就任、オスカルトレホの獲得から仕事を始めた。ありがとうございます。